埃がひどいな。戻りましてございます。おお、戻ったか狼。一心様とは会えたか。はい、不思議ならば鍵になりうるやもしれぬ、そう仰せでした。不思議り。先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど、確かに流因の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。御意。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは？花だな。花とは？まずはこれを。これは？タケル様が残されたものだ。戦況に帰るため源の後期について調べていたのだろう。このアシナを貫く源より流れいずる水、その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の香の一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所、深い渓谷などでしょうか。なるほど、ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷はいずこに？城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。巫女様、こちら。これは源の香を求めた者が記した書物か。はい。香気を放つ石が祀られた村だが、そのような村聞いたことがないな。アシナの底とあります。そういえば月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に、そこの知れぬ深い穴があると聞いたことがある。あるいはそこと関係があるのやもしれぬ。探ってみましょう。ああ、だが身を投げるとは一体。身投げば、そういったものを見ました。それは一体？ステローの奥に底の見えぬ大穴があります。そこにいた老婆がその穴に身を投げよと。ふん、身を投げた先がどこかにつながっているということか。はい、鳥居をくぐった方向からかすかに風の流れを感じました。試しにそちらへ飛び降りてみようと思います。わかった、気をつけるのだぞ。巫女様、こちらを。これはもしや桜しずくか。それは流因の不死の契約がならざるとき引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか。であろうな。狼よ、もし望むのならばこの桜しずくもまたそなたの力としよう。ありがたく。わかった、目を閉じてくれ。は。タケル様の流因もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。もう目を開けてよいぞ。
それはタケル様にいただいたもの、大事にしてくれ。ギオイ、行くか。狼よ、頼んだぞ。は。一心様とも会われたようですね。礼を言われた。源一郎殿を斬ったことへ。そうですか、源一郎殿。まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道中あたりか。九郎様のお考えについては聞いた。して、共に不死立ちを果たそうと思う。そうですか。今までの助けかたじけない。まるで根性の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。クス氏として助けとなりましょう。酒を。あら、せっかくです。いただきましょう。おいしい。クス氏をしているとこうして飲む以外にもお酒を使うことがあります。清めなどか。はい、他にも痛みが耐えられぬものに飲ませたりですね。ですがまだ子供の自分はお酒の匂いが苦手でした。子供の頃からクス氏の手伝いを。はい、死の道元様のお役に立ちたかった。兄弟子たちと競って患者の手当てをしたものです。この時世です。矢傷や刀傷を負った者も多かった。そうか。どうした。いいえ、それから時折忍びの者も参りました。一度とても困った患者が。どう困ったのだ。なかなかに喋らぬのですよ。どこが痛いのか、どれほど痛むのか、それが分からぬので並行しました。そうか。まるで人ごとのような物言い。何だと。いいえ、何でもございません。狼殿、ほんの少し眉間のシワが薄うなったように思います。九郎様の不死立ち、どうか叶えて差し上げてください。お主も。お前さんか。何の用だ。巫女様を。え？お救いすることができた。わしには関わり合いのない話だ。いや、礼を言う。少し
目の影が薄くなったようじゃ。なんだと。それで何か用か。わしが惚れるのは鬼仏だけじゃ。木の中に見える仏様がいつだって怒ってらっしゃる。見えたまま掘るよりないじゃろって。喉が渇いた。茶でも飲みたいもんだな。酒を持ってきた。もらうとしよう。口に合わぬか。いや、うまい。じゃが、傷がうずくのよ。その左腕か。ああ、この酒を好きなお方に切り落とされたのじゃ。それは一心様よ。何故一心様が。切ってくださったのじゃ。飲まれかけたわしのためにな。何に飲まれかけたのだ。修羅。まあ信じるか信じないかはお前さん次第じゃが、せいぜい気をつけな。修羅の影にな。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。